ポールはフランスのベーカリーカフェチェーン。1889年にノールケンクロアでシャルル・マーニュ名誉によって創業された。フランス式のパン、クレープ、サンドウィッチ、マカロン、スープ、ケーキ、ペーストリー、コーヒー、ワイン、そしてビールなどを販売している。ポールはグループオルデに属する。同グループはフランスの高級ベーカリーであるラドゥレも参加に抱えている。 ポールベーカリー株式会社の本部は、グレーター・リールのマルク・アンイコールバルールにあり、47カ国に展開している。ジュリアン・オルデは創業者の孫娘であるスザンヌと結婚し、1935年に彼らはリールに店舗を構えた。夫婦と息子のフランシスは、ポール一家が所有していた、よりよく知られたベーカリー、菓子店を引き継ぎ、ポールの名を引き継いだ。 1958年にジュリアンが成去すると息子が事業を引き継いだ。彼は母の助けも借りながら事業を拡大し、1965年にディールに百貨店ヌーベル・ガレリーが進出するとすぐにパンの納入を申し出た。ムーラン・ブルーノ名の下でフランスの大手小売チェーンであるアシャンやモノプリーにもランブルサールのベーカリーからパンを納入するようになった。 そして1970年までには、リール郊外のラマドレーヌにある廃工場を買収して巨大なパン工場とした。1972年には、リールの本店に焚き木釜を設置したところ人気があることが分かった。その頃ポールの店舗はパリ、いや、その他の大都市にも拡大していたが、焚き木釜は基本的なレイアウトとして取り入れられた。1993年には、 店舗の装いが現在の黒を基調としたものに変更されたが、それ以外はレイアウトや店作りの美学は創業当時から変わっていない。以下の都市に展開している。ポール・アット・ザ・ルーバー・ミュージアム、パリ、2011年8月現在、436以上の系列ベーカリー・カフェレストランが、フランス、スペイン、オマーン、アゼルバイジャン、ベルギー、イギリス、カタール、 チェコ、南アフリカ、ルーマニア、トルコ、ギリシャ、ルーマニア、モロッコ、レバノン、チュニジア、サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連合、タイ、バーレーン、日本、台湾、ヨルダン、エジプト、インド、ウクライナ、アメリカ合衆国、マレーシア、コートジボワール、そしてチリに存在する。2015年9月現在。 カザフスタンのアルマトイの中心部とシンブラックスキー、リゾートの両方にもいくつかのベーカリーを持った。2019年からウズベキスタンのタシケントにも出店している。2021年3月にはパキスタン最初の店舗がカラチにオープンした。2021年5月にはバンクーバーにカナダ最初の店舗を開設した。ポールの製品にはペーストリー、ケーキ、クロワッサン、 サンドウィッチ、スープ、キッシュ、タルト、クレープ、卵、そして140種類以上のパンがある。その他紅茶、ワイン、ビール、ミネラルウォーター、ソフトドリンク、コーヒードリンクも扱っている。ありがとうございます。